子供たちよ、こっちに行きなさい。ちょうど探してたところじゃ。どうしたんだ、ピンバーや。何かオイラたちに手伝ってほしいことでもあるのか。いや、子供たちはリユエコのために十分手助けをしてくれた。これ以上面倒はかけられんよ。今回はバーヤの仲間たちと一緒に子供たちに贈り物を用意したんじゃ。贈り物？子供たちよ、まだリユエに来て間もないというのに、もう世渡りが上手になったみたいじゃの。じゃが、この贈り物は何が何でも受け取っておくれ。以前、先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時、おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いての。まだまだ旅は長いんじゃ。このままじゃいかん。幸い、バーヤは年こそ取ったものの、まだわずかながらに外形の力を使える。おや、まだ言っておらんかったか。バーヤたちは昔、帝君から恩恵を受けたことで、三眼五剣の力を身に宿しておるんじゃ。いろいろと能力はあるが、その中でも外形の力は小さな世界を想像することができる。前に子供たちが入った壺も、その力で簡単に作ったものなんじゃ。あんなすごい壺なのに、簡単に。あの世界をなすためには浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃないよ。帝君はその昔、山を動かし海を埋めたんじゃ。それこそ神業と言えるものじゃろう。まあ、昔の話はこの辺にして、その贈り物じゃが、まだ最後の材料が足りておらんのじゃ。そうだぞ、オイラたち探し物は得意だからな。材料探しなら任せろ。まあまあ、二人ともそうせかすでない。もうすでに足の速い者に任せてある。必要な材料は特別なんじゃ。子供たちでは探すのがちと難しい。それに今じゃもうほとんど目にしない材料もあるからの。例えば敵家州の河原下にある借金の泥とかじゃな。以前この泥を取るときは、ルリユリがたくさん咲いている場所を探さないといけなかった。そしてルリユリの根をたどって掘っていき、運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかる。じゃが、敵家州があんなことになってからは、もう誰もこの方法を使うことができなくなった。さらにそれより困難なのが、双眼鏡園から採掘できる水角石じゃ。黒岩城があそこで採掘を始めてからは、それもほとんど見当たらなくなった。水角石は貴重な戦物で、常人では仙人の気に耐えられない。長く触れれば体に害をなすじゃろう。ああ、あの子がそれを見つけられるといいんじゃが。ピンバーヤは仙人だし、その子も仙人なのか？まあ、彼女も仙人と言えなくもない。なくもないって、なんでリーユエコーにはこんなにたくさん仙人がいるんだ？どこに行っても仙人に会えそうだし、もしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよな。ありえるかもしれんの。バーヤの仲間たちには
属性が好きなものが何人もおるしな。マーヤ、ただいま。おや、この二人は？紹介しよう。この子はエンヒ。さっき言ってた子じゃよ。エンヒ、こちらは旅人と彼女の仲間じゃ。知っておるな？ああ、もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前ゲーセン儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、絶雲の間で戦艦軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退、七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らすとまではいかなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば私を尋ねるといい。ああ、そうだ、私の名刺を。連絡方法と職場の住所が載ってる。急用ならその住所に手紙を。ああ、それと初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とはなんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて元王帝君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか？なんで急にそれを放り出して結婚したんだ？お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚をした時、帝君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて。まあや、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。どうやら総務省はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだ。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。縁妃、何か案はあるかの？リーユエコーを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。分かってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼鏡園から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ふん、ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、すっごく分厚い本だな。何が載ってるんだ？商業競技、鉱石、スネーシナヤ。うん、見つけた。このクロッサルというスネーシナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。お前も一緒に来るのか？あ、ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。法律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときは
オイラたちもいろいろ注意しよう。クロッサールさん、商売はうまくいっているか？ええ、縁師さんのおかげで順調です。先日は助かりました。今日は何のご用で？小さな手助けをしたまでだ。それよりも少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが、それはどうなった？そのことですか。はい、確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしました。縁師さんはかんざしにご興味が？申し訳ないのですが、あの髪飾りは今志向さんという女性に貸しています。もしご覧になりたいのであれば少々待っていただく必要が。水角石って希少なものなんだろう？そんな高い鉱石で作ったかんざしを貸し出すなんて、壊れたりなくしたりしたらどうするつもりなんだ？それは心配いりません。貸し出す時に志向さんと契約を交わしましたので、もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、商品の値段を支払ってもらうことになっています。その代わり、あの水角石が偽物であった場合には、私から志向さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。本物であることへの絶対の自信、10倍の支払いを約束するとは、なかなか肝がある。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。それにこの契約なら私と彼女共に利があり公平です。では志向さんの居場所はわかるか？彼女を訪ねてかんざしを見てみたい。ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたので、マップに記しておきますね。感謝する、クロッサルさん。では私たちは志向さんを探しに行こう。一体どうすれば？はい、志向ですが、私に何か？突然すまない。私たちは志向さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると聞いてここに来たんだ。そのかんざしに興味がある。見せてはくれないか？そのかんざしは今お見せできません。うっかりなくしてしまいまして。きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに、一体いつどこで？このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。もし弁償することになったら、私そんなお金は。私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、双眼鏡園が封鎖されてからは商売もうまくいっておらず、すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまっていて、それを準備するために他の鉱石商から商品を仕入れる必要があったのです。あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、その機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていました。あのかんざしを借りたのは、その見くびられないためにもある程度の風格を保ちたかったからなのです。しかしそのかんざしをなくしてしまっては、どうしましょう。なんかよく見る展開になってきたな。手伝ってくれるのですか？冒険者協会にも依頼したのですが、未だ音沙汰なく。ちょっと待った。探すのはまだ。志向さん、契約書を見せてはくれないか？契約書ですか？わかりました、ずっと持っていたので。はい、これです。どれ？そうか、縁妃は法律家だから志向を手伝ってあげられるんじゃないか？それもそうだな。でも両方うまくいく方法はないのかな？なるほど。契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。契約にのっとり志向さんは確かに髪飾りの金額を弁償する必要があるな。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも。
水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろう。もっとですか。ああ、思考、今にも気絶しそうな顔してるぞ。でもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。かんざしはもうなくなってるんだし、どうやって石を判別するんだよ。どう考えてもそのかんざしを見つけるしか。だがかんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が本物かどうか調べる必要もなくなる。確かに。やはり面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、契約通りに弁償を。いくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。契約精神に従わないでどうするというのでしょう。これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。クロッサルさんにこのことを言って弁償額を相談してきます。確かにそれも法律にのっとったやり方だ。しかしその前にかんざしに関する問題が残っている。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初にそのかんざしに触れた時どんな感じだったか教えてくれないか。一番最初に触った時ですか。確かかんざしには鉱石がはめてあって、上品な玉石と同じよう触り心地が良かったです。私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはありません。触り心地がいい、上品な玉石、なんでもない。ただ少し再調査すべきことができた。ひとまずクロッサルさんのところに戻ろう。エンヒさん、どうしてまたここに。おや、志向さんまで。どうでしたか、あのかんざしは。なかなかのものだったでしょ。あのかんざしは、なくした。ご冗談を。あのかんざしがいくらするのか知ってますよね。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。ちゃんと契約通りに弁償しますので。弁償。どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですか。ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。ちょうど縁日さんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それから一つ質問がある。クロッサルさん、あのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな。当然です。正真正銘の水角石で作られたかんざしです。偽物でしたら10倍の額を支払います。わかった。では先に市場で調査をするから、帰ってきた後に弁償額を見積もろう。クロッサルさん、ここで待っててほしい。それではお願いします。まったく、あのかんざしをなくすなんて。弁償金はしっかり支払ってもらいますよ。どうやらお金を集める方法を考えなければなりません。志向さん、少し話したいことが。ここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。縁日さん、話とは何でしょう。その弁償額を伝えるとかですか。違う。私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は水角石じゃないかもしれないということだ。え、どういうことだ。まさかこっそりかんざしを見つけたのか。私は冒険者協会の冒険者じゃないから、使い走りみたいなことはしない。私はただ推測しただけ。バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにあるもので、濃密な元素力が込められている。常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。決して手触りがいいなんてものではない。志向さん、そのかんざしを持っていた間、体に不快感は。
ありませんでした。何もかも正常で、どこも不快なところは。それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、クロッサルさんの周りには元素の痕跡があった。私の推測が正しければ、例の水角石は彼が持っている。それなら直接聞き出してやろう。目の前で詐欺を暴くぞ。ああ、それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張りで、私たちを突っぱねるに決まってる。そしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなる。おお、まるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方。もっと巧妙な方法はいくらでもある。いつか時間があったら教えよう。では遠視さん、こういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうか。もちろん問題ない。けどその前に志向さん、この契約に署名を。え、なんでまた契約を。なんだか遠視は他の人よりも契約にこだわってるみたいだな。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。引き続き調査を依頼したいなら、きちんとした契約を行う必要がある。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。ではお願いします、遠視さん。問題ない。まずはこの表紙に署名を。私もここに署名をして、さらにここに住所を。それと違うページにも署名を。5ページ、7ページ、あと最後のページ、すべて署名して。それからこの書肉で母印を。これが契約を交わすってことなのか。ページ数がすごく多いぞ。これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから確認してほしい。すべて目を通しました。問題ありません。では2枚ある契約書のうち1枚は志向さんが、もう1枚は私が。大丈夫だ。こういうのは一見面倒に見えるが、きちんと理解すればそう難しくはない。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。ならばこの機会にちゃんと見ておくといい。でも遠視さん、どうして私なんかのために。私たちも水角石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。もしかすると本当に水角石を手に入れてるのかもしれない。まあその水角石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなのは間違いない。このまま行けば本当に水角石を見つけられる可能性がある。それに法律を利用して悪事を働く者を、私は許せない。この話はここまでにしよう。まずは鉱石の加工。あったあった。まずは海水溝の石床のところへ行こう。鉱石の加工に関して彼は専門家だから。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら、石床が最良の選択なのは間違いない。いらっしゃいませ。およ、遠視さんじゃないですか。今日はどのようなご用で。まさかまた誰かが私のとこでいい石が出ないなんてことを言っているのではないですよね。そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだ。クロッサル、スネージナヤの商人。ああ、かすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってきて、それを水角石だと言っていました。私も初めて水角石を見たので判別することができず、
そのままそのお客さんの言う通りにしましたよ。それに彼は羽振りが良かったので深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。その水角石を加工した時のかけらは残ってないか？あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんです。あちらに置いてありますので、見たければどうぞ。ありがとう。早速見せてもらう。この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。はい、そう珍しくはない鉱石の一種です。値段もあまり高くなく、装飾品によく使われています。以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水角石の外装らしいのです。まだちゃんと証明されたわけではありませんが。水岩石と水角石って一文字しか違わないな。気になるのならそのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石は元素のみじんもないただの鉱石だ。そうなのか。じゃあ元素資格で見てみようぜ。どうだ、何か見えたか？本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて本当にすごいんだな。そんなことはありません。ただ普段からこういうものと長く付き合っているだけです。この2つの鉱石はすごく似ていて、知らない方には判別が難しいのです。一文字しか違わないのに、市場での価格は天と地ほどの差があります。それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう。説明はその辺で終わりにしよう。今日はそれを調査しに来たんじゃない。しかし関翔さんは仕方ないとして、どうしてクロッサルさんまで？計り知れない行動の裏には計り知れない理由がある。そのかけらを持って戻ろう。試ししませんか？エンヒさん、これは一体？もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが鉱石を持ってきた時、確かにこの鉱石を水角石と言ったのか？はい、当時の伝票も残っています。ほら、ちゃんと水角石の加工と書かれているでしょ。それなら問題ない。その伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが、いいだろうか？はい、大丈夫ですが、一体何をするのですか？用事を済ませるためだ。ああそうだ、この証明書に署名を。これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。内容をよく読んでくれ。はい、わかりました。その、エンヒさん、ぶしつけなことをお聞きしますが、今回は一体誰が面倒を起こしているのでしょう？面倒とまではいかない。ただ小さな問題だ。ありがとう。伝票と書類は確かに受け取った。この証拠があればクロッサルは何も言い返せないだろうな。これだけじゃまだ足りない。私たちにはもっと有力な証拠が必要だ。装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品どこだったか。ああそうだ、正規さんという方が装飾品職人との仲介をしている。彼女のところへ向かおう。もうわかったのか。一体どんだけ知り合いがいるんだ。毎日法律協議に関する依頼が来るから。それに知っての通り、リーユエコーは契約の都、つまりここでは法律はとても重要なんだ。でもあのテンチェンが定めた法律は複雑すぎて、なんというか読んでもわからないし読み切れないと言えばわかるだろうか。だから法律に関する手助けができる法律家はとても需要がある。法律に関する手助け？でも法律って難しいんだろ？読んでもわからないし読み切れないなら。それは大丈夫。現在に至るまでの法典は
もうすべて暗記してるから。すべて法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。仙人とは関係ない。ただこういうのが好きなだけだ。すごいことをさも当然かのように。さあ聖騎さんのところへ向かおう。あら、エイヒさん、今日は何をしにここへ？もしかして以前のお客がまた何か？以前のお客さんはもう問題ない。今回は違う要件で来た。クロッサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるか？クロッサル、ええ、覚えてるわ。スネージナヤの商人でしょ。確かに鉱石を持ってきたことがある。水角石と言ったかしら。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、経験豊富な職人を探すのに苦労したわ。その後やっとのことで作ってもらえたの。その依頼はとても時間がかかってね。つい先日終わったばかりだからよく印象に残ってるわ。なんだか証拠と言えるものはなさそうだな。聖騎さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時、ここに預けた鉱石を水角石と言った。それで間違いないか？ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったの。だから総務士の規則に従って売るときは総務士で記録する必要があった。クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから、代わりに私がやってあげたの。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。登録された鉱石の種類は確かに水角石。総務士の印鑑も押されてある。聖騎さん、この書類を貸してもらえないか？いいわよ、どうせ私には何の役にも立たない書類だから。エンヒさん、もしかしてまた誰か面倒事を？大丈夫、ちょっとしたことだから。この書類は使い終わったら返す。ありがとう。なんでみんな同じ反応をするんだ？よし、証拠も揃ってきた。最後に福袋の白術さんのところへ行こう。あの首に蛇を巻いてるやつだろ？何か用でもあるのか？水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は彼にしか作成できないから、その最後の証拠を手に入れたらこの件も終われそうだ。これは珍しいお客さんですね。ナナをお探しなら今ちょうど薬草を取りに行っています。それとエンヒさん、あなたが来るなんてもっと珍しい。何か起きましたか？まさかまた無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを吹聴しているのでしょうか？いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石について知ってるか？水角石？確か七蔵三景の第六中にそのような鉱石のことが載っていましたね。七蔵三景によればその鉱石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起きるとか。元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、性格が歪んだりするとか。用事がなければ仏殿には登らないというほどです。縁起さんがわざわざこのことを聞きに来たということは、私に水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですね。その通り。白術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。しかし、あなたたち以外にもあるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました。私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、縁起さんが今していること、そのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうか？このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。書類のことはありがとう。またの機会に礼をさせてほしい。
どういたしまして。気をつけてお帰りください。あの白術って人、前と同じで変な感じだったな。なんか何かを探ってるような話し方だ。おいらの勘違いかな。白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。縁起さん、調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？ああ、確かに調査は終わった。弁償金の見積もりも。それは良かったです。それでは見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え？私が弁償を？縁起さん、何か間違えているのでは？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに貸した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。よって志向さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある。証拠？何の証拠があるというのですか、縁起さん。私を陥れようとするのはやめてください。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。あの髪飾りの水角石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょう。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明はされている。旅人、私たちが集めた証拠を出してくれ。これは海水溝から手に入れた加工記録と鉱石のかけら、そして石章の証明書だ。それはあの石章ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。そんな人がどうやって偽物であることを証明するのですか？それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。水角石の加工をして水岩石の石屑が残るなんて至極当然のことじゃないですか。その説には明確な根拠がありません。では私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。証拠がないなら話になりません。そうですよね。一つ目の証拠は役に立たなかったぞ。なんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような。この後はどうするんだ？法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。旅人、出してくれ。ふん、その書類、私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。それに総務士の印鑑だって押されてある。かんざしに使っている鉱石は水角石です。そんな、二つ目の証拠もダメなのか。なんだか余計自信をつけさせたみたいだぞ。確かにその言い方であればかんざしが本物の可能性はある。もちろんです。本物を証明する証拠がこんなにもあるのですから。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠を出してくれないか。これは水角石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。体調不良や重病、そして性格の歪み。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか。それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すなんて。どうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかな。しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら、総務士もそれを考慮して見逃してくれるんだろう。心配しないでほしい、クロッサルさん。
私たちが集めた証拠は後できちんと総務省に提出するから。総務省がこの件を審議するときは悪いが出席してもらうよ。ちょっと待ってください。私は知って知っていた。おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知った上でそれを。へっ、いえ、そのかんざしにあるのはそういうものじゃなく。じゃないじゃないって、もしかして水角石じゃないということか。それならクロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。私は。エイジ、なんだか突然人が変わったみたいだな。認めます。そのかんざしにある鉱石は水岩石です。しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い水角石を仕入れて髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、夜も眠れず食欲も湧かず、それになんだかずっと焦燥感に駆られて、それで福袋に行って聞いたんです。そうしたら、この石は身につけてはいけないものだということが分かったんです。しかしそれでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですか。だから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを。本物の水角石は特製の箱に入れてあります。触ることさえ恐ろしいのです。誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかんざしは売らずに貸し出し品にしました。しかし志向さんに貸した後、それをなくされてしまって。そうだぞ、本物じゃないならなんで志向にそんな大金を弁償させようとしたんだ。私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買う時に商売仲間に知られてしまって、私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていて、もし偽物のかんざしのことがバレたら、もうこの業界にはいられません。ああ、身の上話はそこまで。そんなことに興味はない。契約にのっとり志向さんに10倍のモラを支払ってもらう。10倍？今にも倒れそうだぞ。私は志向さんとの契約によりその賠償金の2割をいただく。2割？あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですか。そんなに多くは支払わなくて結構です。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし、弁償すべきなのは私です。志向さん、あなたは、あなた様は。でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうか。それでお合言ということで。それは。はい、わかりました。その石のせいで散々な目に遭いましたし。エイシさん、その水角石は差し上げます。これで報酬は足りるでしょうか。契約にはそぐわないけど、まあいい、これで足りる。今回はお世話になりました。エイシさんのお時間が空いている時に改めてお礼をしに参ります。どういたしまして。ああ、そうだ、志向さん、もう一度確認するけど、もうクロッサルさんを許したということでいいんだな。え？はい、許しました。そう、ならよかった。クロッサルさん、私の依頼人はもうこのことについて追及しないそうだ。そうですか。よかった、本当によかったです。それよりもクロッサルさん、実はあなたと仕事について相談が。あなたの設計したかんざしを見て
装飾品の設計に優れている方だと気づきました。私の家は鉱石を取り扱う商売をしていて、綺麗な鉱石もあります。もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせることができれば、いい商売になると思うのですが。なるほど。少し考えさせてください。よし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし、めでたしめでたし。そうだな、かんざしをなくしたって聞いたら普通はそれを探すことになるのに、まさかこんな書類で解決しちゃうなんてな。でも結局かんざしは見つからなかったけど。目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる。私の依頼人である志向さんの目的は弁償金を削減すること。リーユを走り回ってかんざしを探すより、そのかんざしに価値がないことを証明する方が早い。仙人以前の戦いにお前が参加した時、バーヤから聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する都、仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだ。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が仙人よりもずっと役に立つから。誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。きっと待ちくたびれている。おかえり。どうじゃ、水角石は見つかったかの。よしよし、これで材料はすべて揃った。マヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、もう帰っていいよ。後のことはこのバーヤに任せなさい。じゃあ私はこれで。旅人、私からもらった名刺しっかり持っててよ。最近は他国の法律も研究してる。もし他の国で法律に関する問題に遭遇したら私を訪ねるといい。お得意さんには割引もあるから。この子ったら、もう戻るんじゃろう。戻らないならバーヤの代わりに壺の掃除をしておくれ。今行くところだから。彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに。まったく、一体誰に似たのやら。そうじゃの、リーユエにも変化が訪れておる。仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。縁日はああ見えて仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ。今のリユエはもう昔のリユエじゃないからの。さあ、おしゃべりはここまでにして本題に入る。贈り物もまだ作り終わってないからね。おう、楽しみだな。一体何ができるんだろう。ただ壺を一つ作るだけじゃよ。そんなに時間はかからん。そこで待っておれ。ほれ、できたぞ。この人家壺を子供たちに送ろう。落とさないようきちんと持つんじゃよ。もし割れたら、はあ、何が起きるかわからないからの。それとこの設計図、壺の中をもっとにぎやかにしたいならこれを使うといい。でもばあや、この壺をどうやって使うんだ。心配はいらないよ。もうおちびちゃんを壺の中に呼んでおる。この人家壺に関することはその子に聞くといいじゃろ。
この壺の中の空間、ピンバーヤの壺よりもっと広いぞ。しかも真ん中に大きな家が。でも周りには何もないみたいだな。削るもんか。剣を持ってるお前が削れよ。でも家以外周りに何もないのはおかしいな。おい見てみろよ。なんだあれ。ほう、ようやく人が来ましたか。でっかい山柄だ。山柄ではありません。私は壺の精霊。名前は何でしたっけ。思い出せない。まあとりあえずマルと呼んでください。あ、まさかお前がピンバーヤの言ってたおちびちゃんなのか。ピンバーヤ、ああピンのことでしょうか。そうです、私をここに呼んだのは彼女です。あなたたちのことも聞いていますよ。この同店内のことは全部私に任せてください。あなたたちの旅はまだまだ続くと思いますが、少なくとも安心して眠れる場所ができました。そうですね、同店とは仙人によって作られたものですが、彼らは忙しく同店内の雑務を処理する暇がないのです。ですので仙人は同店の守護と雑務を処理するために私たち壺の精霊を作り出しました。簡単に説明しますと、私はこの同店の執事みたいなものです。そうでした、この同店について簡単にご説明しましょう。設計図は持っていますか。綺麗なお家や椅子とかが描かれている設計図のことです。設計図さえ持っていればこの同店をあなたたちの望むがままに建て直すことができます。設計図、あ、そうだ、ピンバーヤから壺をもらった時設計図もくれたな。早く確認してみよう。そう、それです、設計図に間違いありません。ではそれを早速開いてみてください。まずは設計図の仕様を覚えましょう。それから必要な材料を集め、最後に頭の中で思い描くことで設計図の内容が壺の中に反映されるのです。そんな簡単に作り出せるもんなのか。もしかしたら壺の中に街も作れたりして。まあそれは難しいでしょうね。以前金色の目をした仙人からそのことについて聞いたことがあるのです。彼の話によると、同天は仙人の外形の力によって生み出されたものですが、仙人でも力の限界があるのだとか。つまりここは仮初めの空間であり、暇を得たい者が癒しと悠然の時を享受することはできるものの、あくまで仮ですので現実から完全に離れることはできないのです。金色の目をした仙人？一体誰だ。実は私もよく覚えておりません。しかもそれからその仙人とは会えていないのです。そんなことよりもう少し周りを散策してみてはどうです。同店についてもっと知ってほしいのです。もし聞きたいことがあったらいつでもお聞きください。まだ慣れないかと思いますが、外形の力で屋敷と家具を揃えていけば心も落ち着くでしょう。石杖を築き新たな家具を置くことは吉日に行うのが得策です。また今度教えてあげましょう。吉凶を見る方法は多種多様ですから。